シェムガン県の一シェムガン県は、ブータン南部の県。サルパン県、トンサ県、ブムタン県、モンガル県、サムズプジョンカル県、アッサム州に接する。県とは、シェムガン。面積は2416平方キロメートル、2013年。の人口は2956人。人口密度は8.6人、平方キロメートルである。シェムガン県の主要言語は、県語である。 これは、剣法庁の公用語である。剣法は、クルトプ語やヌプビカ語、ブムタン語とのつながりが強く、まとめて、ブムタン諸語と呼ばれることがある。1990年代初頭、アッサム統一解放戦線が、シェムガン県南部の森に、ゲリラ基地を作り、国境を越えて、インドを攻撃していた。2003年後半、ジグミシンゲワンチュク王は軍を引き、ゲリラを、県から排除した。 襲撃の危険性を考え、外国人観光客は、シェムガン県入域を許可されない。シェムガン県が八つの村に分かれる。シェムガン県のほとんどは、環境保護区である。トン村は、ジグメシンギワンチュク国立公園に含まれる。県西部の多くを占めるヌアングラ村、ファンガル村、トン村は、王立マナス国立公園に含まれる。北部は、スルムシン峠国立公園に含まれる。 三つの国立公園は緑の回廊で結ばれる。ありがとうございます。